皆さんこんにちは。今回は本国の裏庭適正テアリスト。忘却の庭、混沌の記憶の適正度。こちらについて動画にしていきます。まず、リストを見る前に作者の方のコメントを紹介。ついに、1.2 忘却の庭最終回。今回はラウンドの開始時に持続ダメージ 200% を与えるというもの。このことの意図は手に取るようにわかる。持続ダメージキャラを使ってほしいということだろう。という感じで進めていきます。リストの前提です。星5は無凸、星4は貫凸です。評価は2パターンで、主に裏庭とそれ以外って感じです。また、評価をざっと見た感じ、祝福効果も加味されてるようだ。だから、持続ダメージキャラは比較的評価が高い感じだな。あとは、主要評価対象は裏庭の8層から10層まで。7層まではほとんど考慮されてないと思うのでよろしく頼むぜ。ということで、壊滅から見ていきましょう。まずはフック。おすすめ編成は炎3編成で。残ってる枠には生存補助系のキャラを入れるようで。まさかの孫悟主はサブアタッカービルド想定なんだな。フックの火力が足りるならサポートでもいいと思うけど。火力不足になるならサルソットと撃破特攻が無難かな。まあ、どうせ炎弱点でしか使わなさそうなので。それを見越した編成になりそうではある。性能的には悪くはないが優先するキャラではないとのことで。今後の環境次第では評価が上がるかもって感じ。トパーズが炎だから 1.4 では裏には適性が高そうだ。続いて、アーラン。火力自体は悪くはないが、敵の猛攻には耐えられないとのこと。仕方ないね。今の裏庭の最終回は敵が遅延とか行動不能にするから。1ダメージもかすってはいけないって想定は難しいと思う。続いてクラーラ。基本的には羅刹と合わせて強烈な耐久キャラに。玉空と合わせる場合は速度調整をお忘れなく。玉空は編成単位調整が必要ですが、玉空151、クラーラ100くらいが目安。基本的には誰でも相性がいい羅刹と特に相性が良いキャラだね。飼い主は。基本は孫悟にする推奨。一応範囲を殴り続けられる唯一の物理だね。クラーラは別次元というかなんか次元が違いますが。仕事は実際結構あるキャラ。でも、孫主の方が優位性が高いかな。そして、ジン。基本的には低 SP で壁にもなるので。どこにでも連れて行けるけど。本人の進化を発揮するならブローニャと組ませたい。風弱点環境では猛威を振るっているね。ここから巡視キャラクター。ゼーレはモブの敵が多ければそれを処理して再現でダメージと、行動回数を稼ぐことができる。量子弱点が少ないのでできるだけ銀狼と組みたいところ。主将は弱点物理量がメイン。銀狼で強引に弱点問題は解決可能だけど、銀狼なしだと基本的に弱点物理の時に選ぶキャラで、今回は物理はそこまでって感じ。単行は、原則と風耐性貫通持ちで優秀。風弱点環境であればサブアタッカーとしても期待できる。元凶、ゲーム開始から序盤や中盤では悪くない性能。終盤は元凶の会心ダメージが重要になり、会心率の価値が落ちるので、強さが不安定になりやすい。ただ、現時点では効果力を出せるキャラの一人です。ここから知恵のキャラクターたち。まずは軽減。編成はクラーラ羅刹デュオが推奨。まあ、比較的打たれ弱いから。火力も出しやすいクラーラと羅刹は便利だよね。あとは今回は雷が基本的に有利だよね。そして、静寂。おすすめ編成は、量子氷編成。ペラの全体防御ダウンも。静寂は全体を殴れるから腐りづらいね。一応右側の低評価は、下振れた時です。たまにとんでもない下振れするから。貫凸してもある程度はギャンブルだよね。そして、セイバル。編成候補は、なんとか不可ではない。まあ、そこまで格下とシナジーはないですからね。基本的に低運と合わせて、そこに銀狼と生存補助。セイバルは耐久結構低いので、低運や銀狼は結構耐久も意識しないと。PT 全体で脆弱になってしまうので一応注意かな。そしてヘルタ。姫子とのタッグに。位置的に低運バフは姫子にかける想定かな。氷弱点とかだとスキルの削りが全体攻撃で便利。ただ、単体火力はどうしても他に劣るのが悲しいね。そして姫子。
姫コモ編成の組み方はフックと同じ、炎特化編成。余った枠は生存補助を入れてください。損主1枠で生き残れるなら、この枠にはサポーターかな。姫子は日々の集会や、討伐系のイベントで活躍するキャラ。大体、お試しにいるので引いた時育成する必要は。一応火力は平凡とはいえ、貴重な炎アタッカーだね。ここから調和組です。まずは玉。おすすめ編成筆頭はクラーラ編成だね。速度調整をして、全力でクラーラを殴ってもらいましょう。リンクス実装後は、7日とリンクスでダブルヘイトコンボ面白そう。ただ、調和の中では一番使いづらいキャラだね。続いて、低運、安定のサポーター。リリース直後からずっと使われ続けてるサポーターだね。単体に3ターンのバフを1スキルでできるのが偉すぎる。あとは、スキル連打をしなくなったので、日常適性が上げられたみたいです。アスター、おすすめ筆頭は炎さん。炎弱点で使うととんでもない削りを見せてくれそう。ブローニャ、低運と同じように適当に突っ込めるサポーター。今ではジンとの組み合わせがすごい人気だね。基本的には、どのアタッカーとも噛み合いは強め。ただ、モチーフとか一つなしだと SP 調整は結構厳重にするといいと思います。シレットデバフ解除持ってるのも優秀だよね。結構重要な能力だと思います。ここから虚無ですね。持続ダメージに追い風なので、全体的に上昇してます。勤労は、相変わらずの弱点埋め込み性能が優秀ですね。編成単位の話にはなりますが、敵を押し切れるレベルなら火力を出していくこともできますね。普通に防御の特大ダウンも優秀です。続いて、ベラ。全体的な防御ダウンや SP 周りが優秀。羅刹がいないなら貴重な敵のバフ解除要因でもあるね。散歩は持続ダメージが追い風。さらに、SP も節約できるキャラなのが優秀でしょう。カフカと合わせて相性アップ。ベルトは、攻撃も減速も優秀ですが、羅刹玉空実装後は、少しずつ需要を落としてる。とはいえ、急走、重走の敵はベルトと相性が良いので、性能の高さは健在とのことです。ベルトはやっぱり優秀だよね。そして、カフカとルカ。カフカは感電により大ダメージ、さらに持続ダメージ誘発が優秀で。今回の裏庭の祝福とかなりの噛み合い。カフカは必殺技だけでなくテンプでも感電を供給可能。あとは編成が基本的に星4なこともあり。持続ダメージをカフカだけで。2枠を普通のサポーターにしても十分な戦いもできる。とのことなので、将来、星5の持続ダメージキャラが、ある程度は好きに遊べるキャラって感じの説明かな。ルカは今回の適性はかなり高め。基本的には物理弱点の敵に率先して使うキャラ。攻め能力はかなり高いが、探索とかだと比較的微妙。敵の最大 HP 依存のデバフなので、フィールドだとだいぶ活躍しづらいだろうね。続いて損を。7日は、クラーラのヘイト枠。それ以外だと、今回のデバフ解除枠とかでしょうか。今回は制限系が多いので、活躍します。ジェパードは単純なシールド枠。基本的に総合力では玉露よりも高いというのが、作者の評価です。極めれば、実質最大 HP 超増加効果ですからね。損主は基本は2枠用の縦枠。編成次第ではサブアタッカービルドも。自分は最近1枠だけ補助で火力で押し切るという編成もたまに使います。ただ、オートだと1枠守護は絶対無理なのでそこは注意かな。最後はヒーラー。基本的にジェパード以外の場合は編成に誰かしら必須級。羅刹は、SP 供給、デバフ解除、敵のバフ解除、魚数全体など。希少性能の詰め合わせだね。1.2 は 1.1 よりも比較的敵の妨害も激しくなったので。相変わらず最強法上。ナターシャは、デバフ解除があるので。脈路よりもそこに優位性があるね。ただ、単純な回復力は星5組より低いので。基本的にデバフ解除はできても、1枠では生存が難しい。という場面は、キャラや育成状況次第でそれなりに起こる。あとは星4なので育成素材が低いのは魅力かな。そして脈路。生成は実質シールド。蘇生も安定のためにかなり優秀。症状まで含めると純粋な回復量は、かなりのものになる。必殺は大量の全体回復と生成。
立て直し能力なら一級品ですね。ということで今回は、裏庭と日常の評価リストでした。結構編成は変わってたので、復元実装後はどうなるか注目ですね。隠月はアタッカーなのでそんなに変わらなさそう。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。